さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。いいかみんな、今一度この交番にある牢屋についておさらいするぞ。初歩的な質問だが、この牢屋は一体何に使うものだ？そしたらふたばちゃん答えてみな。悪い人を閉じ込めるところです。まあ間違ってはないけど、小学生みたいな答え方だな。ちゃんと答えると、現行犯で逮捕された場合は確かに悪い人扱いでここに入ることになるかもしれないけど、まだ犯人かどうかもわからない、つまり疑惑にかけられている人も入る場合があるっていうのを忘れちゃいけないぞ。じゃあこの牢屋の後の流れ、ランコ説明してみろ。はい、本部に送られるか、そのまま刑務所に行くか、それか元警視庁の鮫島さんがいる税務署の上の牢屋に閉じ込めるかの3択です。まあ間違ってはないんだけど、税務署のことは桜町の闇だからあんまり公言しないように。基本的にはいつもここの牢屋に入っている人は権力さんや伊予さん先輩方が見てくれているけど、これからはお前たちにも見張りをしてもらうことがあるかもしれないから、十分に把握しておくように。了解しました。お前ら敬礼の仕方から教えてやろうか。っていうか、なんで2人もやってるんですか。すみません、今取り込み中でしょうか。ほらお前らがおかしいから看護師さんが見に来てくれたぞ。いえそうじゃないんです、ちょっと相談がありまして。え、夜中に不法侵入しているやつがいる？どういうことでしょうか。病院だったら患者さんとか。それがうちの病院いつもすっかすかなので、患者さんなんてほとんどいないんです。なんかそれはいいことなのか悪いことなのか。それにここ最近毎日のように白くてネバネバしたものが床に散りばめられてるんです。本当に気味が悪くって私たちも困っているんです。白くてネバネバしたもの、それって野辺くん、それ以上言ったら過去チャンネルに戻すわよ。先輩、病院って聞くだけでお化けなんじゃないかって思いますよね。ちょっとふたばちゃん、怖いこと言わないでよ。手錠、病院は隣だ。ここは俺がいてあるからお前たちで見てこい。了解しました、サクッと見てきます。よし、それじゃあ野辺、ランコ、ふたばちゃん行くぞ。あ、いけね。麦田、ごめん、お前のことを呼ぶのを忘れてた。いいんですよ先輩、俺泣いてませんから。いや、めっちゃ泣いてる。うわ、なんだこれ、あたり一面白いので覆われてるじゃないか。これがさっき言ってた白いネバネバしたものです。おまわりさん助けてください、僕たちもネバネバしすぎて床が歩けないんですよ。しかもこの白いの、ただネバネバしているだけじゃなくって足に絡みついて離れにくいんです。どれどれ、うわ、ほんとだ。あ、いったったった、ふたばちゃん大丈夫？足が持っていかれましたね。セクシーショット、ありがとうございます。明日からも頑張れます。のべ、たまにだけど正直すぎるお前が羨ましくなる時あるわ。手錠先輩、これってなんだか蜘蛛の糸に似てませんか？さすがに普通の蜘蛛だったらここまで大きな糸は吐けないと思うんですけど。クモね、それだったら大量のクモがここにいたことになるぞ。さすがにそれだったら気づくんじゃ。でも私、夜中に巡回していた時にカサカサカサっていう音が聞こえた気が。なるほど、仕方がない、夜中少し様子を見るか。今のところ特に異常はなさそうだな。先輩、なんで僕は手錠先輩と二人ペアなんですか？ランコとふたばちゃんだけだったら、もし男に襲われた時に心配だから麦田をつけてるんだよ。それだったら僕の方が二人を守ります。お前は守るんじゃなくて襲う側かもしれないからな。どうしよう、本当にお化けとか出てきたら。ランコ先輩はお化けは本当にいると思いますか？どうだろう、でも本当にいたらちょっとお話ししてみたいかも。確かにお話ししてみたいですよね。でも大丈夫です、実際に科学的根拠はどこにもないので絶対にお化けなんて存在しないですよ。麦田くんってやっぱりちょっと天然だよね。受付の人が叫んでる、どうされましたか？これはクモ？それとも赤ちゃん？白いのをぶちまけてるのはこいつか？うわ、早え、いつの間に。手錠先輩、外に逃げますよあいつ。おいおいおい、マジかよ。
なんかでかい雲がいるぞ。昼間はいなかったのに。でも先輩、なんだかあの雲、顔が間抜けですね。おい、さっきの小さいやつ、こん中入っていったけど、これって雲の中ってこと？手錠先輩、雲の中入るんですか？ていうか、なんか最近人じゃないやつ多すぎません？お化けだろうが化け物だろうが、桜町の住民を脅かすことは許さん。すみません、入りますよ。ちょっと、何ですか？人の家に勝手に入ってきて、不法侵入ですよ。嘘、まさか女の人が住んでるなんて。いろいろ聞きたいことはたくさんあるけど、とにかくあの子がやってることは迷惑なことなんですよ。病院に白い糸をぶちまけてるのはあの子ですね。もうやっとゆっくりできる場所が見つかったと思ったのに。さあ、私の可愛いベイビー、この人たちも白い眉にしてあげなさい。くっそ、なんだこれ、動けねえ。先輩、体にまとわりついてほどけないです。残念だったね。大丈夫、食べたりはしないわ。そうね、あなたたちは他の虫の餌にしてあげようかしら。動くな、両手を上げておとなしくしろ。そんな、もう応援が来るなんて早すぎない？おかしいな、俺最初からいたんだけど。やれやれ、とんでもない目にあったな。この白いの、なかなか取れませんね。ああ、もっとお風呂でゴシゴシしなきゃ。先輩、ってことは、あの女の人、妊娠してるお腹の中って、もしかして、雲の赤ちゃんがいるんですか？いや、それが、あの人は、普通の人間だ。夫と喧嘩して家出した時に、たまたまあの雲を見つけて、あの中に住んでたらしい。ふん、あんなボロい家に帰るんだったら、あそこの雲の中の方がよっぽど居心地が良かったのよ。それで例の雲はどこに行ったんだ？それだったらどこかまた移動していったらしいですよ。少なくとも桜町にはもういないみたいです。あの雲たちにも居心地がいい場所が見つかったらいいんですけど。パパ、ママ逃げちゃったね。本当だな、またパパ振られちゃった。大丈夫だよパパ、どうせまた違うママがやってくるよ。ほら見て、早速違うママが来たよ。きっとまたパパのお腹の中を見たらずっといてくれるよ。なになに、なんでこんなでっかい雲がいるの？っていうか顔がなんか間抜けすぎ、ちょっと可愛い。パパ、この人なんか変。そうだな、逃げるべきかもしれん。え、っていうか何ここ、もしかしてお家なの？お邪魔します。ちょっと待って、最高じゃん。何ここ、あたしずっとここにいちゃおう。やだ、こんなママやだ。あら、かわいいベイビーね、食べちゃおうかしら。どうしよう、逆に食べられそう。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。